Punk Zero。 いやいやいや、本当もう大変だよね。もうね、秋も深まったところで僕が何？え？お父さんだって？いやー、もうこの秋も深まったところでお父さんって辛いよね。ほんとね、深まりすぎだっつうね、ほんとに。このバカ野郎がほんと大変なことをしでかしたよ、ほんと。いやいや、ほんとバカ野郎がほんとね、そう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 、うちの軍団のね、うちの軍団のタンカーがさ、うちの嫁もなんか妊娠したなんて言うから、なんでだなんて言ったらさ、いや、ここ1ヶ月でね、体重がね、5キロぐらい増えたんですよって、それはお前、ストレスだっつんだよ、お前。このタンカーのバカ野郎が本当に。それストレスだよ、お前、1日目につき5キロなんて、お前、妊娠じゃならないよ、ほんと。ほんと、みんなバカばっかですよね。というわけで、今夜も最後まで聞いてくれよ。おぎひろあきの、おぎいないと、おぎっぽん。てんててん、てんててん、はい。てんててん、へい、てんててん。おぎげ、はい。おぎおぎ、おぎげ。おぎおぎ、おぎげ、おぎ、おぎ、おぎげげ。MC、おぎ。俺は最強、電波のファラオ。髪が耐えたこのレディオ。おぎの生き様、オンリーマイウェイ。これが俺様、バッドキャンセイ。だけど気づいた家族の絆、俺が気づいた愛の奇跡、おぎの大事なこのファミリー、ママさん、ナオくん、ナオさんに感謝。おぎが叫べばナオタが歌い、ナオタが歌えばママ歌う。森山良子です。おぎが目を動けナオが来る、ナオが来るからおぎ手をかます。そんな俺たちおぎファミリー、俺が背負った森山ファミリー。 Thank you Thank you ザワワ夏の終わり、ナホナホホナホの終わり、おぎの終わり。すげえ豪華なのすげえな、おぎないと日本って作り込んでんね。ジャンクゼロ。はい、そういうわけでございましてですね、本当にもうやってらんないよっつって、参っちゃうんだけどさ、まあ日村なんですけども、まあ我々ですね、あれだぜ、本当に。本当どうしようもねえんだから、本当に俺なんですよ。まあまあ。どの影響を受けてるんですか。まあね、バナナマンなんですよ、コンビは。もう15年もうやってますけどもね、日村とね、設楽で、やってたけど、まあ最初の頃はね、日村、設楽なんかでいう、まあコンビでやってましたけども、まあどっからともなくバナナマンなんつってね、本当にどうしようもねえコンビですけども。まあこれ、そんなこと言いながらもね、毎回毎回思うんだけども、まあこう、二人がこう出会うっていうのは、これは運命だななんて、これやっぱ思います。まあ日村の方は、もう、広島で生まれてね、生まれましたよ。で、設楽の方は埼玉の方でこう、ギャーって生まれるというね。で、これ、年も違う二人が、何はともあれ、こう、あるたまで出会っちゃったなんつってね、出会ってんじゃねえぞ、バカ野郎なんつって、まあ、そんな感じなんで、こう、15年も行っちゃっててね、で、今回はこう、おぎやぎなんかもいるなんていう、こういった運命つものを、今日聞いてるリスナーはね、どっかでこう、感じてほしい。だからこう、例えばさ、まあ、もうすぐよ、まあ、クリスマスなんか来ちゃってさ、ね、まあ、恋人できるやつもいるし、まあ、またはよ、別れちゃうやつなんかもいるけどよ、おい、別れってのは結構、お前、きついことだぜ、これ。な、簡単に別れるとか言うんじゃねえ、バカ野郎。そんなわけでございまして、最後まで聞いてくれよ。日村ゆきの奇妙ライト日本だ。僕でパパパパでパパで、あとで僕ヤギでパパパ、力士で僕ヤギでパパパパ見たい、パパ見たい、パパヤギ見たい、ヤギ見たい、なり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 たい、僕の大事な口島ファミリー、パパさん、ママさん、モンスターファミリー、あとでこれがモンスターファイト、パパが叫べば僕叫ぶ、ママと僕でシコフルタ、シコシコ、あとでパパシコヌー、パパママシコヌー、Thank you. ダリダリ。パパパパベダイティ。ダリダリ。ありがとう。
ぞ。いや、いい対決でしたね。すごいよ。いい対決。なんで二人ともさ、その、あの、オギーナイトもヒムナイトもさ、ベースタゲストだ。なんか、宇田川フリコースター。ジャンクゼロ月曜火曜2夜連続企画、おやぎとバナナマンのメガネブーンとバナナビーキン。ブラボーブラボーマルデマスラボー、覚えとけこの4人とスラボー、ミスターキングオブファンキーガイ。改めましておぎやぎの矢作です。おぎやぎの小木です。バナナマン設楽治です。バナナマン日村ゆきです。あ、今日ね、昨日聞いてない方はちょっとわからないと思うんですけど、昨日と今日と連続して、はい、いや連続で、はい、バナナマンおぎやぎで、スペシャル企画をやっております。やってますよ、今週はスペシャルウィークということで、ジャックゼロ始まって最初のスペシャル、スペシャルウィークですね。そうですね、ちょっとあのキングオブジャンクゼロというのを開催しておりますね。誰が一番すげえ DJ か、ジャンクゼロの中の、あと決められたルールの中、コンビという限定で、ホギヤギとバナナマンだけの中で対決をしてるんだよね。そうです、うん、そうですね、うん、昨日はあの設楽さんが設楽さんがっていうかバナナマンがそうですよ、勝ちました。そう、ね、曲紹介対決、そうですね、今日も一発目、あのオギナイトオギポンと、ヒムナイトヒムポンで、もうあれ対決だったね。あれも対決入ってます、うんうん、はい、あれもやりましたけどもね、はい、今日、一応あともう1回戦あります、うん、全部で3個だ、ね、全部で昨日含めて勝負は3回戦ありまして、なるほど、判定は世界一公平なジャッジという噂の、うん、我々おぎやぎバナナマンのスタッフが、うん、やりますね、はい、やるって決まったんだよね、うん、そうです。昨日行った1回戦は曲紹介対決というのをしまして、曲紹介対決は見事バナナマン勝利、はい、うん、2回戦は一人喋り対決、それが先ほどやったおぎいないと、うん、おぎぽんとひむいないとひむぽんですね、うん、はい、なるほど、大変だよね。そうそう、だから一人喋りって大変よ。大変だよ本当。どうやってやってんだろうね、一人で喋ってる人ってね。みんなすごいよね、うん、なんかあ本当、うん、小木さんじゃん。誰なの、誰なの、さっきからブー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 電話ってやってんのさ。俺じゃないよ、俺じゃないよ。俺電話が切るからね、うん、誰、小木だろ、浮気相手だろどうせ。浮気相手だろどうせ、浮気相手、浮気ばっかしてんだあいつ。そうだよね、そう、おかしいんだよ、メールばっか見てんだよ。絶対さ、そんなさ、なこちゃんとそんなにメールしてるわけないじゃん、うん、だから俺の勘だとね、10回中1回なほちゃんだと思うんだけど、うん、俺9回浮気だと思ってる。浮気ばっかりしてんだね。試しにやって今の誰だよ。今の誰？いや、今の普通の友達の。あの普通の友達の。普通の友達です。普通の浮気はしないよ、そんなもん。だから男女どっち？これはね。うん、女の人です。浮気ばっかしてんだよ。友達ですからね、これ本当に。信じられる。普通の人です。今本当に気をつけた方がいいよ。あ、こうやって子供が、ね、あの、生まれるみたいな時って一番狙われるんだよ。うん、そういう時に、そういう時に浮気してた方が、うん、すげえ、あの、叩きやすいから。あの、イトリもそうだったからね。なるほど。妊娠だったんだっけ。あ、そういう時。うん、あの、この間ね、あの、サマーズの三村さんにもそれすごい言われて。あの、あ、仕掛けられんだよ。やばいんだっつって、うん。俺もやばかったみたいな話をちょっとしてて。うん。おぎも気をつけろって話をもうずっと話してて。やっぱ今、やばいんだってね、生まれる前後ってね。マークされてるんでしょ、要するに。マークされてる。おぎさんは今。うん。それはそうだよ。なんかよく言うじゃん、妊娠中はセックスできないから浮気するって。うん、あの、単純にその時期ってほら、はいはいはい、まあ、小木さんちはあれだけど、うん、あの、まあ、一般の人もそうだけどさ、うん、里帰り出産って多いから。うん、旦那が一人になんね。あ、そっかそっか。そっか。だから、それだって普通の一般の社会で言われてる一番浮気しやすいポイントだ。あ、そうなんだ。里帰り。そうそうそう。里帰りが。あの、まあ、セックスできないってもそうだけど、奥さんがずっと長期でいなくなるのよ。ああ。まあね。あ、うん、だからそこ狙われるし、うん、芸能人はそこに多分、あの、こう、刺客がやってくるんだよ。うん。
まあ、あるかどうか分かんないけど。資格っていうのは、その、週刊誌じゃなくて、女性側がってこと？女性側が、分かんない。俺、これはだからもう、ここから都市伝説みたいになるけど、そういう人参考にして、うん、が、その時期に、こう、バーンって行かせられて、裏で金もらってるみたいな話もある。そういう女性みたいなのがいるとか。そうそうそう。行きやすいじゃん、その時の方が。ああ。おじさんちょっと飲み行きましょうよ、みたいなね。でもそれだって俺の今までの知り合い結構仲良くないとそれは無理じゃない？でもそんないきなり。いや、だから過去にさ、なんかやった人がさ、実は。あ、過去に、やったって何？やったセックス。セックスじゃなくてでしょ？食事ぐらい。あ、セックス？セックス。おっぱい？何？おっぱいじゃなくて。食事でしょ？過去にちょっと食事軽くね、みんなで食事したような。過去に何もなくたっておぎなんて可愛い子から言われたらすぐ行っちゃうだろうって。過去に何もなくても？今急にすげえ可愛い子が、小木さんファンなんですってきて。いやー、それはないよ。それは、ハセキョーンとか？ハセキョン？ハセキョン。フカキョンと混ぜてる。ハセキョンが来た。ハセキョンに混ぜてる。ハセキョン。とか来んだったら、まあ、わかんないけど、一応かもしれない。気をつけた方がいいよ。まあ、とにかく、今、ちょっと変な話になりましたが、第2回戦終わりました。あ、そうだ、まだから。あ、そうだ。そうです。それでは今の勝負、どっちが勝ったのか。はい、そっかそっか。ね。まあ、オギナイト、オギッポン、ヒムナジ、ヒムッポン、ありましたが、世界一公平の審査員に聞いてみましょう。一人喋る対決の結果、ヒケラケイ引き分けじゃねえ、ちょっと違うね、引き分けなんだ、引き分けね、付き人をつけ人みたいな引き分けですよ、引き分けだ、ここで取っちゃえば勝ちだ、勝ちだったんだ、でもここ引き分けでしょ、前回バナナマンだから、もう俺ら勝ちはないよ、そうだ、ああそうか、そうか、どうにか引き分けに持っていくしかない、なるほど、やっちゃうじゃん最後の得点。やっちゃうよ。三回戦の最後の得点一緒は、これや、おぎやぎが勝てるようにさ、今まで1ポイントずつじゃったのに、1兆ポイントにしようかな。いいよいいよ、1兆ポイント。1兆いく？一番いいね。1兆いく？一番いい。勝ちが1兆。2点でいいじゃん、2点で。2点でいいじゃん。一番いいポイントだね。そうすればほら、ね。よし。大差で勝てるわけね、じゃあ。1兆ポイントね。うん。オッケー、いくよ。引き分けだったんだね、さっきはね。引き分けなんですよ。オッケー。よし、オッケー。じゃあちょっと、一旦 CM 行きましょう。はい。バナナマンのバナナマンとおぎやはぎのメガネビーキが月曜と火曜に登場するんです。変わってるな、変わってる、ブレイカー、ゆきひむら、プンスカプン、プンスカプン、プンスカプン、見たくなかったそんなとこ、スカプンプンスカプン、お父さんのそんなとこ、プンスカプンプンスカプン、プンスカプンプンプン、毎晩赤い顔のお父さん、口から出るのは愚痴ばかり、少しは聞いてやるけどさ、毎晩これだと飽きちゃうよ、プンスカプンプンスカプン、見たくなかったそんなとこ、プンスカプンプンスカプン、お母さんのそんなとこ、プンスカプンプンスカプン、プンスカプンプンプン、毎晩おっこり顔のお母さん、口から火吹いて怒鳴ってる、父さんじっと聞いてるけどさ、毎晩これだとそりゃ飲むよ、プンスカプンプンスカプン、僕がいないとダメなんだ、プンスカプンプンスカプン、しっかりしなくちゃダメなんだ、プンスカプンプンスカプン、プンスカプンプンプン、プンスカプンプンスカプン、プンスカプンプンプン、バナナマンとおぎやはぎと、え、あ、なくなっちゃった。さあ、ちなみにで
ですよ、はい、今回の勝負、どちら勝つのかリスナーに予想メールを募集していたんです、はい、そうです、はい、それをちょっと紹介しますね、はい、昨日の今日だからね、そうですよ、うん、ラジオネームあなたの肉野菜、はい、僕はバナナマンさんが勝者だと思います、うん、理由はまずお父さん勝負では新鮮さでは小木さんが勝ってますが、うん、リアリゾンのできちゃったコンとタイミングが被ったせいで全然話題にならなかったので小石菜だ北田さんの勝ちです。あとリアリゾンと友達勝負では日村さんが確かリアリゾンと友達なので、うん、日村さんの勝ちだと思います、うん、なのでバナナマンさんの勝利だと思います。もうリアのおかげだ俺ら。リアリゾン推しなんだろう。確かに被ったね。被った、うん、確かに被ってた ね、うん、リアリゾンもびっくりしたわニュースで見て。俺はまあ番組前やってたからさ、そうだね、そうだ、あのともうだって突然だよね、急だよ、1年前にデビューして、うん、超本当、うん、ね、そうだよ、勢いすごくて、いきなり今度結婚しよう、やっぱすごいでしょ、うん、大変だよ、やっぱしないでーっつってしないよ、ね、しないよ、うん、でも日本人の人と結婚したのがなんかちょっと、うん、嬉しい、まあね、スタイリストさんだっけ、まあ、スタイリストさんだよ、ね、結構有名な人なんでしょ、あそうなんだ、なんかいろんな遍歴があるんでしょ、あマジでモテんだ、女優だ歌手だ、あそうなんだ、そういう結構有名な、だからさ、思ったけどさ、リアディゾンとかってさ、なかなか言ってもさね、電話番号か教えてとかさ飯行こうよとか誘いづらいじゃん、うん、余計、うんまあね、だけど意外と行ったらいけたのかみたいなさ、そうだね、そういう希望があったよね、なんかね、スタイリストとね日村さんとの話じゃないんだ、これ日村さん行けないでしょ、どうやったって俺も入れて俺はそういう相手じゃ打つからちゃんとあら、そのスタイリスト神戸コレクションやってたんだって、え待って、神戸コレクションって何ですかまず入ってきたらすぐ、ね、腹立つな、ね、あ神戸コレクション俺出たのよ、あ、あれなんかそう、あのパーティーパーティーあのパーティーパーティーっていうか神戸コレクションだよ、それでラジオでもやってたよねラジオでやったやつ、ファッションショー、ファッションショーです、ファッションショー出たからその時にいたってことはあってたかもしんないんだよ、そう、ああそうだ、あの辺にいたな、男のたくさん、生意気そうなやついっぱいいたな、生意気とかね、生意気そうなスタイリストがさ生意気とかね、うん、いたいた、でもそう、おしゃれ、かっこいい、おしゃれだよ、おしゃれだよね、あいつたちね、モテんだよ結局、そりゃそうだよ、その子に似合う服をさ、うん、女の子ってさすげえ聞いてくるじゃん、男に、うん、これどうとか、うんうん、だからそれを完璧にアドバイスしてくれるんだから、そうだよね、さあモテるわ、あとヘアメイクと、でも俺だと思うもん、あの、うん、衣装をさこう、うん、あの着させてくれる時に、うん、これを選んできたこの時は俺のことを考えてたんだなって思うわけ、相手のスタイリストさんに、それはね、なるほど、日村さんのサイズとかさ、うん、考えてくるよ ね、うん、でも日村さんの異様にチェックが多いよね、チェックが多い、赤チェックが多い、こいつ赤チェック着せとけばいいだろうみたいなあるんだ、それあるけども、デブがやっぱチェックってのはこれはもう全然あるある、割とあるね、デブのチェックっていうのあるある、これは竹山さんとも、竹山さんも、俺竹山さんと一緒になること2回ぐらいあった、小木さんが全く同じ服で、全く、うん、その同じ番組でどっちか変えようって話になって、昔の芸能界だったらやばいね、俺ら一回、ね、俺ら一回さ、うん、あの、おぎやぎと一緒の時にさ、うん、スーツだってみんな言われてたけど、うちだけなんかその連絡が途中で途絶えて、うんね、おぎやぎのスーツ借りて出たことあった、ね。あった。あったね、うん。あった。クリームなんとかかな。そう、すげえカジュアルな格好してて。あれっつって。なんでみんなスーツ、あれうちだけじゃないみたいな。そうそう、あったあったあった。したらそういう話だった。そうそうそう、あった。やべやべ。つって、たらおぎやぎのスタイリストさんが、ありますよ。たまたまありますよと。うん、もう一個。うん、なったね。体型がちょっとまだ、でもきつかったんだけどね、俺はもうパンパンだった。無理だったね。そうだよね。日村さんの体型。日村さんの体型はおぎやぎにいないもんね。いない。いないよ、いないよ。ねえ。いないね。さあ、そしてもう一つ、ラジオネーム大阪ベイブルース。おぎさん、真帆夫人、妊娠おめでとうございます。うん、僕はてっきり、小木夫婦はセックスレスだと思ってました。とにかくめでたいことです、うん。とりあえず子供の名前を考えました。うん、男の子でも女の子でも通用する、うん、小木ミシェルガンエレファントがいいと思います。気に入っていただけたら幸いです。遠くないんでもね。昨日だって発表したもんね。今のところこれになるっていう。そうそう、うん。昨日発表して、まあ、小木ミシェルガンエレファント、そんな遠くはないです、うんうん。昨日ね。長いね。周りね。おぎありきなんだな、大体。おぎ周り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 。ボブ周りから来てるってね。うん、そうですね。うん。うん。で、この人は別にどっちが勝つとか書いてないですね。あれ、そういう通常メールでしょ、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 通常メールね。さあ、いよいよ。飽きてんだね。最後の対決です。お、来た。第3回戦の対戦テーマはこちら、イェイ。中継バトル。ちゃんと言わねえと分かる。
休憩バーチャー、休憩バーチャー、休憩バーチャー、坂田選手の名前見てる。そうですね、第3回戦の休憩対決です。ああ、なるほど。さあ、それでは設楽さん、説明お願いします。なるほど、設楽さん。いや、ハリさんじゃねえよ、これ。この説明だけちゃんとした説明、設楽さんにお願いした方がいい。設楽さん知ってんの？いや、知らないけど、まあ一応、まあね、パーソナリティね、ラジオをやるパーソナリティたるものですね、まあ時として、まあ中継ね、レポートにこう出なくてはいけない場面もあるかもしれない。はい、そこで今日はですね、まあ TBS の局内、もうここからね、すぐのところにインタビュー形式の中継を行ってもらって、まあどちらかがね、素晴らしい中継ができるのか、レポート対決をしてもらうということでいいんですか？いいです。完璧な内容でした。あれ、今ので分かんない人誰もいないです。じゃあ、ちょっとね、お手本ありますので。お手本がある？そうです、そうです。そちらをちょっと聞いてみましょうか。ラジオの中継といえばですね、やっぱり誰もが憧れるラジオ界の生ける伝説、あの人しかいない、ドクマムシさんです。まあそうなのね。まあそうですよ、マムシさんのような中継でなければとてもキングは名乗れません。嘘のような。そうですね、これも知らない人のために言っておきますと、ドクマムシさんと言いますとね、 TBS ラジオ長寿番組ゆうゆうワイドの中でやってる中継コーナー、ミュージックプレゼント、と各地に赴き、ジジイとかババアなんていうのは有名ですね。そうですね。名曲づくが最終的には愛情あふれるやりとり。まあとても気持ちいい感じで終わりますけど、はいはい、そうなんだよ。まさに中継の神様。そうだね。もう中継の神様がいるんだから、中継対決やる？そうなんだよ。いらないんじゃないかな。いや、だけどやっぱそれちょっと一回聞いてみて、それ踏まえて、やりたいので、一回その毒まむしさんのですね。毒まむし武士危険、そうです。それちょっと聞いてみましょう。どうぞ。どんな？あれ、マムシさん。おいおいおい、マムシさん。あれ、いやいやいや、ここはね、遠いよ。お、遠いよ、本当にもう日本語は通じねえとこだよ、本当に。あね、ババアとジジイばっかり。どうしようもないね。ここはね、小松菜の本場のね、江戸川区松江、ね、みんな元気だね。なんか平日なのに、なんでこんな暇なのか。休んできたの。何？マムちゃんに会うたび。何をやってんだの？お仕事した。お仕事やってんの？嘘だろうな。こんな顔で仕事する顔じゃない。いや、ありがとうね。じゃあ何？俺に会えてよかったの？このマムちゃん。握手したよ。え？握手？俺目つぶってやるよ。よせよ。そんなに会いたかったかね。え、どっから来たの？遠いところから。あの世じゃねえだろ。まあ、あの世ってばこのババアが一番近いんだね。いくつですか？93歳。うわあの世から追い返されたよね。元気だから来られたね。ここへお嫁に来たのがね、もう70年になります。うるさいね、この会社。今93歳の大ベテランと話してんじゃん。でも今元気だから会えたけどね、綺麗な格好してるじゃないの。春に生まれたの？そう、4月の16日。4月16日ね。俺の名前わかりますか？わかりますよ。ほら、本当？じゃあ春さんって言ったら俺の名前言ってよ。大丈夫かな。いいか。はい、はるちゃん。はーい。はーい。え？決まり悪い。決まり悪いと俺だって決まり悪いやん。ババアマス。じゃあ、はい、はるさん、はるさん、いつまでも元気だねって言ってあげてちょうだい。言えるかな、この子。はるさんって。はるちゃん。うん、いつまでも元気でねって。いつまでも元気だね。おお。双子の男の子が言ってくれて。この番組ならではだね。ありがたいね。いやー、うわーすごい。これも素晴らしいでしょ。すごいよ、天才でしょ。天才。神様だ、これは本当に。今田かつあんなに中継で爆笑取ってる人見たことありません。ないよ。しかもやっぱちょっとね、よしよしババアだなんだ言っても愛情が溢れてんだね、本当にね。そうね。素晴らしいね。最後はね、ちゃんとこう、温かい感じで、子供に言わして、締めるみたいな。素晴らしいでしょ。だって、普通に若い人が聞いても絶対、今もう普通に笑っちゃった。面白い。確かに。いや、面白いですよ。すごいよ。さすがだわ。そうですね。基本的にだからこの素晴らしいラジオレポートの基本はですね、素晴らしいタイミングで、かつ相手を怒らせずに、ババアと。
ルールなのねこれが。それはルール。ババアを言わなきゃいけない。やっぱこういうことっていうのはね、うん、ババアってやっぱ何気にこうスッと言える、相手を怒らせずに言えるっていうのは技術ですから。ああ、まあまあまあ。うん、まあそれしか言ったらもう素人ですから。確かにそう。プロだから怒らせないんです。これ基本ですね。うん、で最終的には。うん、いい感じ、うん、まあ感動的に締める、さっきみたいなね、そうですよ、ね、カバーなんて言ったのに最後は感動的にいくと、うんうん、これがまあ審査のポイントになるんじゃないかと。確かに90何歳のおばあちゃんの後で子供の声を出すっていう、あのね、聞いてるだけでなんかこうパーッと人生のさ、その前にはすごい失礼なこと言ってますからね、もう先にあの世に行くのはこのババアだみたいな、ね、うん、そうヒューマンドラマがそこにね、ありますよね。すごいな、確かに。さあ、というわけで、早速中継に出てもらいますが、ヤギヤギとバナナマン、どちらから行きましょうか。どちらから、俺らから行こうか、じゃあ。我々から行きますか。どっち行きますか。あ、行きます。じゃあ、日村さん、日村さん。はい。どっち行きます。どうしますか。いや、どうしようかね。うん。俺行く行く、日村さん行く。日村さん行く。俺、まあ一応バナナマンのリーダーは俺だから。こらこらこら、リーダー俺だろ。あ、じゃあ日村さん行ってよ。あ、ボギーも。なんだそれ。それすげえ中途半端なダチョウさんだから。うん、そうですよ。行きます。中途半端ダチョウさんね。はい、じゃあうちは小木が。本当？あ、まあ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 。俺行く。いやいや、日村さんだからって感じでしょ。B チームって感じでしょこれ。日村さんだったらじゃあ小木行こうみたいな感じだったでしょ今の言い方は。今回ね、今回特攻野郎 B チームの方。特攻野郎 B チーム。A チームは控えてるけど特攻野郎 B チーム。B チーム。特攻野郎 B チームが行こうか。じゃあそれで小木対、どっちが先に行く？日村さんで行きましょう。これ先攻後攻あんの？これは。いや、最初日村さん。オッケー。行きましょうか。はい。行けよ行けよジジイ。ええ。なんだよ。おお、嬉しいか。そうですね。日村さんにはですね、TBS ラジオの番組をすべて映ってるところ。うん。編成部に行っております。編成、編成です。大丈夫？怖いじゃん。すごいとこ。編成はもう番組全部決めるとこですから。そうよ。スタッフによると今編成部に数人仕事をしている人がいるそうなので、早速レポートをしてきてください。行っていいの？そんなマジで失礼があったら一番いけないところ。そうだよ。編成って結構やっぱりね、編成の人のさじ加減ですぐにバナナマンラジオとか終わらせられる。やめようよ、じゃあやめようよ。いや、本当危ない。でも大丈夫だって。やっぱほら。プロは怒らせないんだから、失礼なこと言ったって怒らせないのがプロなんだよ。まあ確かさっきの。プロでしょ、それは。プロ。何年やってんだって。俺個人が18年。長い。絶対大丈夫だよ。もう。いけるいける。よし、行こうか。じゃあね、お願いしますよ。はい。日村さん。頑張ってよ。行ってらっしゃい。よし、行ってきます。失礼がないようにでもルールでは頑張る。オッケー。2夜連続企画、バナナマンとおぎやはぎのバナナビーキとメガネムーン。レイタイユウキヒムラ小さな船のような、
ぎのメガネビーキがちょめちょめ。日村さんの準備ができたみたいです、ね、もうできた。ちょっと呼んでみましょうか、うん、現場の日村さん。はい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 、聞こえる？あ、聞こえますよ、うん、ああ、現場に、いますけれどもね。もう、日村です。はい、じゃあお願いします。はい、今こちらはですね、近いぞ、結構近くにいるぞ。ここは近いな、本当に。これ、今 TBS の、編成部のですね、今、そこにいるわけなんだけれども。うん、まあ、そうだな。まあ、あんま人いねえな、ここは。うん、なんだかわけわかんねえぞ。わけわかんない。文句言ってるだけじゃん。行きます、ここは。誰が何人いてとか言えよ。どんな人いて。今ね、ここはね、まあ結構大きな部屋。うん、部屋。結構大きいけども、人はね、4人ぐらいしかねえよ。やってねえんじゃねえか、今日、ここ。口悪くなっちゃった。口悪いよ。どうしようもない感じですけども、あ、ちょっと、あ、いたな。おい。いたの ?4 人ぐらいいるんだ。あ、どうもどうもどうも。はい、どうも。はい、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんはじゃん。こんばんは、なあ。何してんだ、お前今。やばいよ、超失礼じゃない、これ。どういな。仕事？お、仕事してる人がいるぞ、ここに。よくやるもんだ、なあ。うん、名前なんつんだ、お前。あ、安倍です。安倍、はい、安倍は何だ、いくつだ。え、26です。安倍26か。服、お前、可愛い服着てんじゃねえかよ、お前。はい、なあ、はい、緑のチェックのシャツにな、はい、緑のズボンって。はい、なあ、で、靴履いてるな、お前。お前。緑ばっか着てんじゃねえか、お前。なんかババアか、お前。緑。安倍はあれか。26歳ということで、うん、どういう仕事してんだ、今。あ、次の編成の仕事。編成だよ。次の編成の仕事、はい、な、番組か。あ、番組。おー、お前こういうのやってんのか、お前パソコン打って。お前パソコン打てんのか、お前。はい、こんなか、お前。大したもんだろ、お前。パソコンもやれる。ああ。これもしかしたら大したババアじゃねえぞ、俺。ああ、これは素敵なババアかもしんねえな。ああ、なるほどな。笑ってないよ。確かそうだ。ああ、あるかな。お、マニキュアも知ってるじゃねえか、お前。いや、一応、まだ20代なので。おお、おしゃれに気付くのか、はい。好きなタイプは？男性の好きなタイプ。好きなタイプ。うん。つまぶきくんみたいな。つまぶきくん？はい。つまぶきくん。芸能人で言うとつまぶきくん。つまぶきみたいな。おわ。爽やかな。爽やかな感じの。はい。そういう人がいいのか。なんと一人。お前、ほぼババアじゃねえか、お前。お前、つまぶきくんじゃねえぞ、バカ野郎、お前。ほんと、どうしようもねえな。これはもうやばいですよ。どうしようもねえな、それ。しか言ってないね。まあでもでも、うん。まあでも、こうやってよ。な、編成にいてよ。な、これからも仕事はお前頑張っていくのか。頑張ります。ああ。なんかお前、目標あんのか、目標は。目標は、まあ、プロデューサーになれたらいいなと。プロデューサーになってどうするんだよ。番組を、新しい番組を作れたらいいなと。まあ、お、素敵な番組だよな。そういう人ですね。お、うん、素敵な番組をしてよ。はい、どんどん作ってよ。はい、な、TBS のためにお前頑張ってよ。な、お前長生きしろよ。いいよ、僕だから。間違え、お前何歳まで行くんだよ。何歳まで行きたい。え、何歳まで行きてんだよ。70歳くらいまで。70歳、お前。もっと生きろ、お前。80でも90でも生きろ、ババ。なお前は生きれる。一応最後に、いい感じに持ってことしてますけどね。さあ、そんなわけでよ。はい。まあ、ここにはよ、ほんと TBS のよ、まあ、これからのほんとの、な、TBS を支えていくさ、素敵な人間がいっぱいいるよ。ほんと、どうしようもねえけどな。だから、なんでそこ、まあ、どうしようもねえやつしかいねえけど、でもなんか素敵な感じするぜ。あ、いい感じにした。まあ、じゃあ頑張るな。はい。よし。いや、もう声が沈んでる。まあ、そんなわけでよ。まあ、こっちからは以上です。帰ってきてよ。何これ、最悪ですね。最低だよ。大丈夫、シーンとしますよ、シーンと。ねえ、ちょっとね、あれ絶対感じ悪いよ。なんか変な空気、嫌な空気になってんじゃないの、マスコ、現場。だって聞いてたってすげえ嫌だったもん。嫌だったね、嫌な中継だったね。笑いがなかった。なんか気が、ね、よく悪くなっちゃうよね。そう、なんかもうただババア言ってさ、26歳掴めてババアってすげえビビりするよ。その感じ、自分の中でそのほら、はい、ババアのドグマムシさんの聞いちゃってるから、うん、そのモデルが強すぎて入っちゃってんだね。相手がさ、26歳なのに90歳の人相手にしてるんだ。そうなのよ。しかも全部なんかもうさ、影響を受けすぎちゃってさ、受けすぎちゃうね、ちょっとモノマネみたいな感じだけど。ただ口が悪いだけだね。そう、ずっと文句言ってさ、なんだここはとかさ、しょうがねえなとかさ、なんとかよみたいな言い方で、何言ってたのよ。
どうした？どうした？ちょっと。何？ダメ？最悪だよ。ダメだよ。失礼じゃない？ちょっとあれじゃ。笑ってた？全然笑ってない。でしょ？月曜火曜2夜連続企画バナナマンとおぎやはぎのバナナメガネとムーンビーキブレイカーおっさんセサラ甘い態度にいけないことだとわかっているのだけどお願いもうひとつ私にチョコをTBS ラジオのアナウンス部に所属する富山さん、富山英二さん、はい、女子アナですね。おお、女子アナ。普段はですね、BSI でニュースバード、はい、ラジオでは A 六助さんと一緒にやってます。なるほど、そうですね。マジで、ね、うん、スタッフによると今 TBS 内にいるそうなので、うん、早速レポートを、小木さん、できてください。富山さん、富山英二さん、富山さん、うん、結構ベテランのアナウンサーの女子アナですからね。ベテランっぽい。あ、ベテランなんだやっぱ。いや、そうでしょう。でまあ、また A 六助さんと一緒にやってるってことは相当やり手でしょうね。うまいね。うまいな。うまいでしょう。うまいだろうね。うん。なるほど。ちゃんとやってきてくださいよ。なるほど。その人に言ってくれるね。はい。これ。じゃあ、スタンバイです。OK、わかりました。大丈夫小木さん。いや、大丈夫、大丈夫です。休憩って腕が出るからね。いや、腕出る。大変だよ、小木さん。そうですよ。任せて任せて。これは。小木さんはもうザ失礼だからね。そうなんですね。まあそうか。ね、入れちゃうか。入れちゃうから。ただやっぱ相手を怒らせたらプロじゃないですから。そりゃそうだ、日村さんひどかったよ。日村さんひどかったよ。うん、全然ダメでしょ。もう全然ダメ。もうババアのぶっ込み方がひどかった。そう。あと文句、ただ文句ね。なんだここはしょうがないな、みたいな。いや、やっぱね、難しい。やっぱね、俺がまずそこに行くってことも知らないし、向こうの方もね。もうドクマムシさんはさ、もうやっぱ、ちょっとババアって言われたいんだよね。多分ババアじじいが。いや、まあまあ、それはあるけども、うん、それにしてもさ、まあね、でももう、入りからすげえモノマネみたいな感じから言ってたじゃん。あ、ちょっとな。日村さんのババアじゃなかったでしょ、あれ。もうババアは。マムさんのババアをもらっちゃう感じでしょ。そうなのよ。向こうが、あと本当にさ、聞いててさ、なんか嫌な感じだったの。そう。あの、なぜ会話は弾まなかった。で、俺も質問も出なかった。それは弾まないよ、あれは。ちょっと大丈夫、編成大嫌われたんじゃない。あれ本当そうだよ、うん、だから
とりあえず中継、あの、以上ですって言った後は、一回すごい一発謝った。謝った。謝った方がいいよね。すいません、すいませんって言って、やってきた。中継はダメだ、謝んないと。やっぱなかなかだから相手を怒らせないようにババアっていうのはね、技術が必要なんですよ。いや、技術いるわ。あ、繋がった。もう。じゃ準備できてみたいですので、ちょっと呼んでみましょうか。現場の小木さん！あ、どうも、こちら現場の小木です。どうも。じゃあ、レポートお願いします。はいはいはい。ですね、今、こちら、すごい遠くの方来ましたね。だから。これは、通じるのかな、俺の言葉とかは。同じ入りじゃねえ。ああ、はいはいはい。この辺、ちょっとね、まあ、人もね、ちらほやいるんですけども、どうしようかな、みんな、あんま仕事してる感じしないね、こう。ここ、制作部でしょ。一本もダラダラして、何もしないで。さあ、誰にちょっと声かけてみようかな。あ、こっちはちょっと、ちょっと椅子に座ってる、ちょっと女性がいますんで、ちょっと声かけてみましょうか。うんうん、すみません、お名前の方。はい、TBS の富山恵里と申します。あ、はい、富山恵里さん。はい、富山恵里さんね。はい、はい、はい、はい。今何やられてるんですか？今、TBS のアナウンサーを。ああ、アナウンスババアやってんの。ああ、そう、アナウンスババアね。ああ。ひどいですね。はいはいはい、はい。で、今日は、うん、今日はですね、土曜日の放送が終わりまして、ラジオなんですけど、はい。その番組名は、土曜ワイドラジオ東京 A 六助その新世界です。土曜ワイド、新東京 A 六助、おいしい。ラジオ東京 A 六助、その新世界ババアでしたっけ？ババアつかない。あ、おかしいや、ババアなかったよ。ババアないか。ああ、はははは。あ、そうですか。その見どころってあります？その番組。A さんの話ですかね。ババアの話？ババアじゃないですね。どっちかというとジジイなんですけど。ああ、ジジイ。で、ちなみにですね、その富山さんです。なぜババアにやられたんですか、じゃあ。なんですか？なぜババアになられたんですか？ババアに？意味が。いやいや、はい。で、なぜババアになられたのか、ちょっと今聞いてるんです。なんでですかね。これちょっと怒ってね、声が。どんなジジイが好みの？ジジイと、優しい人ですかね。優しいジジイ。ねえ。ジジイじゃなくていいんですよ。若くて。どういったジジイ？どういったジジイ？どういったジジイ？優しくて面白ければ。ああ、面白いジジイね。ああ、なるほど。じゃあ、ちなみにじゃあ、その、面白いジジイで、一応自分をアピールするとしたら、私自分はどんな感じのババアなんですか？ババアじゃなきゃいけないんです。はい。怒ってきた。うん。やばいよ、これ。うん。休日のババアは何をしてんの？映画を見たりしてます。映画ババア。ああ、なるほど。映画ババアね。どんな、今まで見た中で、どういう映画一番好きだった？なんだろう。ディズニー映画とか好きですよ。ディズニーババア。はぁ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 、なるほどね。これからじゃあ、この仕事やっていく上で、目標にしてることとかって、そういう、ババアの、そういう考え、あるんですか？そういう考えは。ババアの考えですか、うん、これからね、この仕事やっていく上で、どう、ババアとしてやっていこうかっていう。そうですね。怒られるよ。まあ、目標ですよね。ババア特有の。ちょっと今考えられなくなってるんですけど、大丈夫ですか？ババアが考えられなくなってる。あんまそんなババア見たことないですけど、ババアってガツガツするのがババアですから。やめなくてよ。もういいよ。そうよ。止まってますか？でも頑張ってほしいと思ってんのよ、ババアには俺。うん。ねえ。そう。いや、これからもだからね、頑張って、まあ、いろいろね、長生きしろよ。本当に。33歳でしょ。うん。頑張っていきます。長生きしろよな。うん。それでは、現場の小木でした。はい、帰ってこい。最悪だ。いやー、なんなんでしょう、もう最終的にダンスが日村さんもそうだけど、なんか長生き治療的な、うんね、言えばなんかもう丸く収まるみたいな。もうワードしかないのよ。長生き治療で終われるっていう。だって若いんだから。ね、そうなんだけど。対年取ってる人に言ってるわけじゃないんだから。あったかい言葉といえば長生き治療だから。そう。小木さんの方がひどくない？
いや、まあ、ヒロさんのも好きとかヒロさんの方は結構ひどかった。入れすぎだよ、ババアジジイを。ディズニーババアとかさ、関係ないじゃん、もうババアって。あと、いない人までジジイ呼ばれしてるから。そうだよ。A6助さん。A6助さん。いや、もう。ダメだよ、おい。大丈夫？あれ、やばいよ。怒ってたでしょ。いや、怒ってますよ、そりゃ。なんなの？いやいや、だから、じゃあ、怒らせない。あんま言っちゃいけないのよ。だから怒らせないようになのよ。そう。あれ、笑いになるから言っていいんだよ、ババアっていうのは。なんだろうね、一回ババアって言うと、うん、なんか出ちゃうんだよね、ババア。ババアが出ちゃう。出ちゃうよね。なんか、いやいや出ちゃうって言っても、ほら、相手の嫌な感じにさせないように言わなきゃいけないのがルールなんだから、うん、そう。あんなババアババアとか、うん、なんでババアになったんだって言って、最悪だ。あれはやばい。あ、そうなってた、うん、こっち側ではそんな感じ。あれは相手がプロだからまだそんな問題にはなんないけど、素人だと訴えてるかもしれない。そうだよね。うんはい、ああ、そこまでババア連呼してた俺、うん。うん、嫌な感じになってたでしょ。いや、まあまあまあ確かに。気だろうな。二人とも相当。で、また締め方がまたさ、なんなの長生きしてまだ若いんだから。間違ってんだよな、二人とも締め方がさ。いや、いい話しなきゃいけないなって、ね。そうだね。いい話なんもないって、その若い人に向かって長生きしろよ。自分のこと年取ってんじゃねえかこれはちょっとね、判定難しいかもしれませんが、うん、一応ですね、今のでキングオブジャンクゼロ、すべての戦いが終わったんですね。泥仕合で。泥仕合で最後。終わったんだ。泥仕合にしてしまって。さあ、これでですね、今のところ1勝1引き分けと、だとりまして、今ので、まあ、勝ち引き分け、うん。まあ、僕らが勝てば、ドローということで終わるんですが。一応でも1兆ポイントだから。1兆ポイントだから、俺らが勝ったら勝ちか。うん、そう。さあ、そっち、どっち判定は、うん、どっち ?CM だと。月曜ジャンクゼロバナナマンのバナナムーンと火曜ジャンクゼロおぎやはぎのメガネビーキがちょめちょめレイタイヤハギやつが来た夏が来たりて夏が来たりて宿題やるのどうしてもやるの明日じゃダメなの夏休みなのに邪魔してるからやっぱりやるのやるしかないか夏休みなのに夏休み夏休み夏休みなのに夏休み夏休み夏休みなのに夏が来たりてやっぱりやるの。月曜火曜2夜連続企画バナナマンとおぎやはぎとえなんかちょっと金曜日ジャンクゼロ、はい、戦いが終わり、はい、いよいよ判定です、うん、それでは世界一公平な審査員に聞いてみましょう栄えある第1回キングオブジャンクゼロのタイトルを手にしたのは、何かを見つける旅を僕らもしてるのかもしれませんこんな曲聴いてくださいスタンドバイうんぐんないやったさあ11月にもなりますねまだもうちょっと秋秋といえばレッドイットビー僕なんかはねやっぱりこの芸能界に入っていつまでも希望うん希望そうだねまあ希望っていうのを言い続けていたいよねあの希望の話ねリスナーのためにも
俺頑張るよ。それではこの曲聴いてください。井上陽水で少年時。どうぞ。森山良子です。パパパパでパパであとでもつ焼きでパパパ。 TBS の神様頑張ってよ。あ、お前長生きしろよ。ちょっと今考えられなくなってます。大丈夫ですか。パパが考えられなくなってる。ブネムムンが見事、うん、第1回キングオブジャンクゼロ。あ、やった。いや初めての。もうこれはあの、うん、変換します。え、タイトルいりません。なんで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 取ったじゃんか。いや今何ですか。一長一短取ったでしょ。いやいやだって、うん、こんな茶番でしょこれ。茶番じゃないよ。茶番じゃないでしょ。茶番にはちゃんと勝った。ちゃんと勝ったんですよ。なんでさっきの対決で一丁点、うん、おかしいでしょ。だってどっちもダメじゃない。まあまあまあね。でも一応ほらそれ変換されちゃうとさ、うん、もうほらこのタイトルさ、あの第2回もなくなっちゃいしさ、うん、まあ第2回もやんないのかも。もうやんないのかもしれないけどもね。そうだね。何この戦い。ちょっとやっぱだね。うん、やってみて、うん、2組だとあれだダメかもね。うん、何が？ジャングルみんなでやんないと意味がない。いやそれから最初から分かってたよね。それ。まあね、うん。だからまあ声はかけますよ。じゃあ今後、はい、ん今後ね。今後みんなにね。不公平になっちゃうからね。そうだそうだ。一人の人もいるし、三人のところもあるし、うん、で、まあね、なんならジャングルじゃなくてジャンクの方に声かけちゃうと。伊人さんが勝っちゃうし、まあね、爆笑さんもいるし、まあちょっと難しくなるよねこれは。まあ楽しかったけどね。うん、まあね。そうそうそう。だからもっと違うところの方を入れた方がいいかもしれない。局の垣根を越えてさ、うんうん、あそれこそそのクリス・ペプラーじゃないけど、うん、そういう人もね。めんどくせえよ。そしたらクリス・ペプラーと一緒にやってくれないんじゃない？ババアとか言うとか。ババア。いやでもクリス・ペプラーのババア中継見たいよね。見たいよ。それはババア。聞きたいね。聞きたいわ。クリス・ペプラーがうまいことババア入れてくあたりはちょっと見てみたいよね。見てみたいけど、うん、なんでババアって言わなきゃいけないの？そうこのルールがね、やってて俺もよくわかんない。中継の基本だから。基本じゃねえよ。そこが間違えてるんだよ。基本じゃねえんだよこれ。基本。いいよ。ババアって言わなきゃいけない中継で。まあね、変換されちゃいましたが、うん、そうですね、もう終わりなんですよ。あら、終わりだね。終わりだね。早いね。すいませんね、もう終わっちゃいますんで。うんうん、ポッドキャストも2組でしょ。そうです。そうですね。じゃあこの後ポッドキャスト撮りましょうよ。はい、そうだね。というわけで今日はね、うん、もう終わりですからね。バナナマンおぎやはぎ2夜連続企画、うん、キングオブジャンクゼロは以上です。一応第1回のチャンピオンはバナナマンでした。はい、ありがとう。変換しますけどね。さよなら。